画から学ぶ写真の見方、撮り方。この動画は名画、写真が好きな方に向けた動画です。名画で使われている名画を名画たらしめている技術の紹介、そしてそれを写真に応用する場合どうすればいいか、やり方のご紹介になります。この動画をご覧いただきますと、絵画展、写真展がより楽しくなったり、撮影がより楽しくなるというような効果があると思っています。よろしければチャンネルの登録をよろしくお願いします。本日は引き続き2次元の弱みの解決です。世界は3次元ですけれども、絵画、写真の世界というのは奥行きのない2次元の世界です。この失われた奥行き情報をどう補うのかと、いろいろな方法をご紹介してきましたが、その中で本日は線遠近法、透視図法と言ったりすると思うんですが、はい、美術の授業とかでやりましたよね。そうですね。歴史はそれなりに長くてですね、1400年代に実はこの線遠近法というのは開発をされていて、はい、画家ではなく建築家のブルネレスキさんという人がこう理論化をしたものだそうです。そしてこのブルネレスキさんが理論化をしたその線遠近法を使った最初の絵画と言われているのが、このマサッチオ、貢ぎの銭という作品、1420年この作品になります。建物の線が中央に集約しているというか、はい、うん、イエス・キリストのお顔に向けて全ての線が集中をしている、ものすごくこう遠近感のある絵になっていると、はい、そしてこれ線遠近法だけじゃないのってこう分かりますかね。はい、手前の皆さんの服がすごく明るくて、後ろの山の方ですかねが暗くなってるんで、色彩遠近法を使われてるかなと思います。佐田野さんがおっしゃった通りですね、うん、手前は赤白といった新質色を使われていて、はい、奥は緑青といった交代色を利用しています。奥と手前だけを抜き出してみると、ものすごく色に差があるって分かりますよね、うん、はい、これ線遠近法って昔からずっとあるでしょうっていうふうに、ちょっとそんな気しません？そうですね、だって建築なんてずっとありますし ね見ればさ、最初初めからそうなんだからって。そうですねで実はそうではないんですね、うん、線遠近法が理論化される前、1320年頃のピエトロさんのこのエルサレム入城という、これはイエス・キリストがエルサレムに入城されるシーンの絵なんですが、うん、はい、この建物って見てみると変ですよね。線が線はないですね。なんかこうシューッと引いてみても、こう全然収束しないですよね。本当ですね。こう、どこに行くのみたいな、うん。この建物どんな形してるのよみたいなね。これが当時の絵だったんですね。はい、なので、この後に線遠近法が理論化されて、初めて今みたいな透視図法というか、うん、こうシューッと真ん中に収束していくような絵に変わって、言ったんですね。100年前は違った。そうですね、100年前だとこんな感じだった、うん、ということですね。じゃあ他もね、線遠近法を使ってる絵を見てみましょう。ピエロ・デラ・フランチェスカ、キリストの鞭打ちという1453年頃の絵なんですけども、うん、この絵も線遠近法、透視図法を使ってますよ ね、はい、こうなんとなく建物の線とか線引いてみると綺麗に綺麗にこう線が引けますよね、はい、あっちこっちに線が行ったりとか、うん、もしくは平行にどっかに行ってしまうようなことはないですよね、はい、またお洋服の色シリーズですね、はい、手前の方が明るい赤とか、うん、めちゃめちゃ赤白とか、はい、で奥が青緑、はい、はい、ここで、ね、2つを抜き出して比べてみると、そうですね、赤い服着てる人が多くいないですもんね。本当ですね。見事に緑青っていうね、うん、いう風になっているっていう、こう分かりやすい構図になっていると。フランチェスカさん偶然こうしたわけではないんです。彼はその後にですね、遠近法論という本を書いてるんですけども、その中でも素描、測定、配色の3つが重要であると言って、線遠近法と色彩遠近法を使った先ほどの絵が彼の理論、はい、を裏付けているかというふうに思います、うん、そしてね、実は線遠近法ではすごく有名な方がいらっしゃるんですけど、どなたかってお分かりになります？うん、いやちょっとピンとこないですね。この絵見たことありませんか？あ、もちろんございます、はい、透視図法の例として出されるのがこのレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐ですね、はい、うん、線を引いてみるとキリストに集まってくると、はい、イエス・キリストのところに全ての線が集中して、うん、これも当然視線誘導にもなっているんですけども、綺麗に線が入ってると、はい、でこれ確か修道士の食堂か何かのこの絵は飾られていて、食堂の先にこの絵があるようになってるらしいんですけど、はい、なんかこう食べてる時にこの最後の晩餐の絵がこう目に入ってくるようになっていたというふうな話もありますが、こちらもね、
色彩遠近法を使ってますよね。あ、そうですね。またキリストの着ているお洋服も明るい赤白、はい、寝室色で、まだ後ろが暗いですね。そうですね、こう暗くなっているという交代色が使われているというところで、はい、うん、これでね、比べてみていただくと やたらと後ろが暗いっていうのがね、そうですね、本当分かるようになっています。レオナルド・ダ・ヴィンチもこのあたりを意識して描かれているのかと思います、うん、そしてこれ写真にね応用したケースも見てみましょう。こちら今吉由衣さん、祈りの道、東京カメラ部10選2020年作品ですね、はい。もうこれもね、綺麗に入ってますよね。綺麗ですね。この絵馬がね、あるっていうのが効いてますよね。うんうん、これでこう遠近感というか立体感のある、ね、作品に仕上がってると思いますし、女性の着ている衣服が赤色なので、またそれもこう浮き出て見えるという、はい、色彩遠近法も使っていると。はい、いう形で両方を使うことで、この作品はものすごく立体感を持った作品に仕上がっていると思います。そして次の作品です。畑ゆかさんの、これツイッター応募作品です。ありがとうございます。はい、こちらも千円金法を非常にうまく使った作品だと思うんですが、はい、どのあたりかってもうお分かりですよね。はい、はい、鳥居のラインがもう線になってます。これがね、鳥居がないとどのくらい電車が遠いかっていうのは少し分からなくなるんですけども、ね、これがあることでそこまでの距離感っていうのがすごくよく分かるようになっているという。でこれもね、真ん中にうまく鳥居の線を入れていることで、こう落ち着いた構図にもなってますよね、はい、素晴らしい作品だと思います。そして次の作品も見てみたいと思います。こちらがココペル93285299さん、はい、ですね。東京カメラ部クラブハウス応募作品です。ありがとうございます。こちら、これ渋谷駅ですかね、銀座線の。はい、新しいところですね。ですね、はい。ここもね、左右対称で、すごくこう、綺麗な駅なんですが、はい、ピューって。できてますよね。うまく真ん中に立って、広角のレンズで撮られて、で、その広角レンズの歪みをうまく抑えて、られたんだと思うんですよね、うん、それによってこの線がシャープにまっすぐ引かれていて、はい、遠近感が出るという風になってると思います。こういうね、建物の線があるっていうのはものすごく有利なんですけども、外でもいろいろとそういった作品が撮れていて、はい、こちら DFGMGK さんのコラム、いわゆるスナップ写真ですかね、はい、モデルさんじゃないんじゃないかなと思うんですが、うん、この横断歩道って実はものすごくいい、はあ、美味しい線を引いてくれるんですよ、街に。本当ですね、はい、これもね見てみるといいですよね。またその先にちゃんと木が、はい、あっていい作品ですよね、うん、立体感を出すためにはその千円金法がすごく重要だっていうのはお分かりいただけたと思うんですが、必ずしも横断歩道があったりとかするわけじゃないと思うんですが、そういう時いろんな工夫ができます。その工夫をされたのがこのアマトー0429さんのこちらの、これもいい作品なんですけど、ベンチですよ、ベンチ。すごい視点の付けどころが、いや目の付けどころ最高ですよね、うん、そこでこのベンチの丸さも使って、ね、これ額縁構図にもなってるんですけども、うん、その中にタワーを入れて、そしてベンチの線ですね、はい、この線がこうシューッとこう奥まで入ってるっていう線維基本も効いてると、うん、はい、でそれによってこの建物の大きさっていうのもなんとなくこう感じることができる、うん、こういうものを見つけてくるところすごいですね、うん、やっぱりこの辺の視点が、まあ、いわゆるカメラアイって言ったりするんですけど、はい、本当に素晴らしい作品かなというふうに思います。また現像の仕上げもいいですけどね、はい、うん、いいですね、天童さんさすがです、うん、そして、もう一つ直線だけではないんですね。こちらが伊原哲さんの東京カメラ部クラブハウス応募作品です。ありがとうございます。こちら線路がこうシューとこう入ることで最後直線になっていってますけども、はい、ちょっとカーブしてますね、はい、カーブすることで応用系なんですけども、うん、こうやって都市図法みたいな形にするということも、うん、最初から最後までずっとまっすぐじゃなきゃダメだっていう、そういうことではないですね、うんうん、こちらもその辺の線をうまく使われることで、うん、さらに立体感を持ちながら複雑性というんですかね、うん、それも持つという素晴らしい作品に仕上がっていると思います。ありがとうございます。次回は今までいろいろとご紹介してきたその二次元の弱みの解決策、全部の技を使ってみようというまとめ編になります。本シリーズ内で好評を希望される写真を公募しています。ツイッターでハッシュタグ東京カメラ部名画から学ぶをつけて投稿なさってください。よかったらチャンネル登録と動画の高評価をお願いします。